世界の鉄道一覧ナウルの鉄道ナウルの鉄道はかつてナウル共和国にて島の内陸部から島の西海岸にあるカンチレバー桟橋まで石灰の林産市を運搬するために利用されていた鉄道であるナウルの林鉱石列車1908年の林鉱石鉄道1917年のナウルの鉄道この目的のために1907年に パシフィック・フォスフェイト・カンパニーによって、延長3 9トル、2フィート600ミリ期間のナローゲージ鉄道が付設された。路線は、アイウォー地区、ブアダ地区、デニゴムル地区、ニボク地区、ウアボエ地区及びアニバレ地区を通過している。鉄道を示すナウルの地図1912年に、アイボー・サンバシの鉄道が電化されたが、貯蔵庫とサンバシ頭の間が、 ベルトコンベアーへと取り替えられた。1920年にブリティッシュフォースフェイトコミッションによって3フィート期間のナローゲージに改めきされた。過去には列車の動力源として蒸気機関が使用されていたが、今日ではディーゼルエンジンが使用されており、時々トラクターが使用されることがある。ナウルのリン酸塩の交渉がほぼ枯渇したため、鉄道の将来は不確定である。 2008年現在、まだ列車は運行されていた。ナウルの切手では、1980年からのシリーズと1985年からの別の一つに含まれているナウルの臨港席列車が特徴となっている。ナウルの記念郵便切手には、ナウルの列車が描かれている。ウィキメディアコモンズには、ナウルの鉄道に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。